どうも、バンです。今日はですね、絶好調の10号機自作ラジコン飛行機ではあるんですけども、アマゾン1000円グライダーを持ってきましたね。そしてですね、今日はね、昨日に引き続いて非常にいい天気ですね。今日こそあの山の稜線からのね、日の出が拝めるんじゃないかなというふうに思います。それでは準備していきます。はい、どうもです。上空まで一気に行って、で上空でね、失速するテストとかをね、できる余裕ぐらい出てきましたね。ジャイロはずっとオンのままでしたけれども、回避じゃないや、失速からのね、回復は、まあ、割と容易にできるようになってきました。どんな映像がね、撮れてるかも楽しみですね。落ちるっていうのね、映像になってるんじゃないでしょうか。バッテリー2本目行ってみます。
でもまだね、太陽が山の稜線から出ないですね。とはいえバッテリーは2本しかありません。何しろバーンは気が早いんでね、いつも、太陽よりも早く飛び終えてしまう。10分以上かかるみたいですね、山の稜線から出てくるまで、日の出予測時刻よりはね。はい、以上です。ではでは。